どうやら賊ではなかったようじゃな。お主ら何用で来たんじゃ？私は福沢諭吉と申します。その花の根元にある土を分けてくれませんか？医術に使えるかもしれないんです。花を狙う賊なら叩きのめすつもりじゃったが、土じゃと？よう分からんが、好きに持っていくがよい。やりましたね。人を殺めずに入手できて何よりです。土を医術に使うという話、誰から聞いた？ロバート・フォーチュンさんですが。やはりな。あの男は鼻が利きすぎる。その土を私にも分けてほしい。どうしましょう。土を分ける代わりに話を聞かせてもらいましょうか。礼を言う。この土から老害の薬を作れるはず。こんな異国の地で我が兵を失うのは二度とごめんだからね。言ってしまいました。まるで老害の薬を作れるような口ぶりでしたが、本当でしょうか？疑えば何も残らんが、信ずれば神仏の加護がある。ワルゼンジはそのように仰せじゃ。まず無心で受け入れるがよい。おっしゃる通りです。まず私が信じなければ始まらない。早速この土を調べてみます。必ずや成果を上げ、この国の医学を、いえ学問全体を一歩前進させてみせますよ。